ゃあまたね、ちょっとカラフルなウェアの方々がね、来られたら、ちょっとインタビューしてみたいと思う。あの、インターネット放送、スタジオ湖北と言います。はい。これ、何を担いでるの？マリオ。マリオこちら。じゃあ、ルイージ。マリオとルイージ、はい。もうちょっと、俺、前行きすぎなんじゃね？そうですね。あの、はい。あ、そうなのか。この辺、この辺、はい。さあ、なんかあの、そして、なんか後ろの座席にもなんか長い棒、これなんですか？カメラです。カメラ。カメラ、自撮りしながら、はい、あ、アクションカムつけてらっしゃるわ。はい、そうですね、つけてます。あ、マリ、ルイージがずっと映るように。さあ、今日はお二人は、カップルさんですか？あ、まあ、もう結婚してます。ご夫婦さんですか？今日どちらから参加されたんですか？大阪ですね。大阪。この琵琶湖沿い、滋賀県とかよく今までも来たことあるんですか？嫁の実家が石川なんで、ちょうどその中間でよく通ります。あ、いつもはじゃあ中間で通るだけなの、今日はじっくりと。どうでした？いや、すごい綺麗でした。景色がすごく、はい、綺麗だ、よかった。お船に乗ってね、そして漕がれてね、自転車ですよね。どこ、なんかどこ一緒に残ってることとかってありますか？お昼時間、彦根城で、はい、彦根城で彦根にあった、はい、はい、やってきました。じゃあちょっとのんびりと散策も楽しみながら。ああ、そうですか。この長浜、今ね通るだけっておっしゃいましたけど、この後じゃあどうですか、なんか観光とかのご予定は？まずお昼ま、そうやね、そう、まずお昼を食べます。そうですよね。お疲れどころに住むと、ずっとこうね、たこ焼きからこう、ほら、いろんな美味しいものが並んでますので、またよかったらぜひね、召し上がって。で、お土産なんかもね、今日はいっぱい、観光物産協会とか出てますんで、よかったらね、探してみてください。ありがとう。もしよかったらお名前を。しげいりです。しげいりさん、ご夫妻。どうしよう、しげいりさん。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。またお気をつけてね。はい。お帰りくださいね。はい。マリオとルイーズ。かわいいね。うわ、もうなんか早速ね、他のサイクリストさんから写真撮られてますね。はい。さあ、どうでしょうね。センチュリーライド、ロングライド。そろそろね、フィニッシュされるという情報が入ってきてるんですが、どうでしょうね。150キロ、150キロ、160キロですよ。ねえ、自動車でも何時間もかかる距離なんですけどもね、それをなんと本当にもう6時間、7時間、ね、で走り切ってしまうという、すごいですね。結構走り終わったらね、皆さんね、くつろいでご飯ね、召し上がってらっしゃる。ちょっとお昼時ですもんね。あ、いいですよ、だんだんおつってください。甘酒美味しいでしょ。はい。さあ、琵琶湖一周ロングライド2015、この放送はインターネットユーストリームのスタジオ湖北と A ラジオの共同で皆様に生配信でお届けしております。今年はね、桜の開花予想もちょっと早いというのがつい最近また出まして、この日が、彦根の開花予想は4月1日というふうに出ましたね。この長浜城一帯も桜の海にって言われるほど素晴らしいソメイヨシノが700本、夜はライトアップされます。その時期にはね、彦根城もライトアップされて、大変見事な桜を楽しんでいただくことができますね。車で動くのはね、とっても楽で早いんですけれども、まあ、自転車で行きますと、気になるところはポッとね、立ち止まったり引き返したりして、ゆっくりと眺めること、あるいはね、車から降りてそのあたり街並みをこうのんびりと散策することもね、簡単です、エコ乗り物、ぜひこの自転車の魅力を一人でも多くの方にね、知っていただきたいなと思います。さあ、ロングライドは
もうね、あのゴールされた後ね、記念写真を撮られてる方がね、すぐそばコーナーにあるので、皆さんね、なんかこうもうガッツポーズで気持ちよさそうですね。さあどうでしょうね。この長浜はこれから4月が近づきますとね、伝統の曳山祭りで町中が染まります。高山の、ね、祭りと並ぶ日本の三大曳山と呼ばれていまして、12の山組から、3年ごとに、ね、4期ずつ登場します。その曳山祭り、子ども歌舞伎というね、この山の上で子どもたち、これは男の子だけなんですけれども、が演じる曳山祭り子ども歌舞伎というのでね、全国からたくさんの観光客が訪れます。もう3月になりますと、その子ども歌舞伎の練習風景もあちこちで見られます。この笛の音色がね、夜になりますと街中に響き渡ります。そして1週間ぐらい前になりますと、裸参りといいまして、男衆、その年出る山組の男衆さんたちが、昔はふんどし一丁で、上半身裸になってこの八幡宮にお参りに行くんですね。一番くじを引くための願をかけるということ で、その山組同士の裸参りの人たちがこうぶつかるのがね、かなり迫力がありますね。そんなシーンももう間もなくですね、曳山祭りが来るといよいよ長浜にも春ということで、さあロングライドとセンチュリーライドのゴールが近づいてきました。まだ水色でした。ややこしい。はい、お帰りなさい。さあ長浜城宝公園のゴール地点より生中継です。マーフィーさん、ちょっと後ろの方でもいいですか。あのカメラ回すときに姿が、早く帰りなさい。すみません、あ、後ろの方で、はい、あ、はい、あの、はい、こうやってぐるって回すときにあの人が入ってしまう。さあね、つながってるんですけどもね、レポーターはあの気にせず喋ってますね。水色のゼッケンは、サイクルージングの人ですね。はい、わかりました。今吹き流しがね、結構今こう真横にね流れてるの分かっていただけますでしょうかね。朝方はね風なかったんですけども、ちょっと風が出てきてましたね。南からこの北湖北長浜に向かって走ってくるとね、ちょうどね湖東平野のあたりから向かい風になってくるんですね。これがねちょっと疲れの見えてきたサイクリストには非常に辛いんですね。向かい風というのは、ね、いつもの2倍以上のね労力を要さないと、なかなかペダルを漕いでも前にスムーズに進まないということで、サイクリストにとっては最後の難関、しかもこうね平坦な道が長く続くんでね、より疲れがちょっとこう感じられるコースなんですけどもね、最後ね。でももう最後の長浜城あるいは伊吹山が見えてくるとまた元気が出るというね、心理的な要素も大きいですね。
チェッカーの人来ました。はい、お帰りなさい。おめでとう。お帰り。ただいま琵琶湖一周ロングライド長浜城の方公園ゴール地点より生中継しています。さあゴールされましたね。ちょっと石鹸の色がね、分からなかったんですけれども、水色です。水色の石鹸はね、船を乗って、そして近江八幡長明寺から長浜まで40キロを走るサイクルージングコースですね。自転車初心者やご家族連れでも参加しやすいように設定されたコースです。あ、今度は3月かけてるから余計分かる。今度来はった時にちょっとあのプラネットを打たんで、よければ後ろの方に来てもらってくれる。じゃあ、はい、ここを行きたい。途中で走るんだ。そうですね。すいません、無理なお願い。はい、もしもし、はい、
カーの方いらっしゃいました。おかえり。先導車が来ましたね。ということはどうやら、はい、センチュリーライドとロングライドの先頭の方が今ゴールされましたね。はあ、やっぱ余裕で手を振ってらっしゃいますね。早いですね。さすがです。水色のゼッケンはサイクルージングなんですが、ね、オレンジ色黄色の、ゼッケンは160キロのセンチュリーライド、そして150キロのロングライドコースを走り切った方々ですね。皆さんね、手を振りながら余裕の走りですね。まだまだなんか何十キロか走れそうな感じですけれども、朝5時40、一番早い組で朝5時45分スタートされました。あ、そして今ね、方公園噴水広場の方に帰ってこられました。まずチェックポイント、ね、チェックを受けて、ホームの方で、ね、チェックを受けて、そして、あー、おめでとうございます。そうですね、あのゼッケンの色はセンチュリーライドとそしてロングライドの方々ですね。早いですよ、めちゃめちゃ早いあのこの琵琶湖一周ロングライドは決してタイムを、ね、競う1等2等3等というふうに、ね、タイムを競うレースではないんですけれども、やっぱりね、あの走りたい方は、1秒でも1分でも、まあ、早く先に行きたいという気持ちがあるんでしょうね。本当に、見事な走りで、見ていると本当に足の運びが、ね、すごくスムーズで、本当にシャーっていうね、軽快なリズムで走っていかれますね。さあ、チェックを終えて感想証を今ね手にしてらっしゃいます。じゃあちょっとこちらの方に近づいたらまたインタビューをしてみたいと思います。さあ、続々とね、ロングライドの方々もゴールされていますね。すっかりチェックポイント、チェックの感想証を、ね、発行するテントの方は行列が早くもできていますね。さあ、ゴール地点もだいぶね賑やかになってまいりました。琵琶湖一周ロングライド2015です。はい、今日のこの琵琶湖一周ロングライドはインターネット放送のスタジオ湖北と A ラジオの共同で、はい、インターネット中で生中継で配信させていただいています。生中継以外にもアーカイブご覧いただけますので、またお帰りになったら、パソコンかスマートフォンでスタジオ湖北で検索していただくとご覧いただくことができます。
さあそんな話をしていますと第4エイドステーションの彦根の方とね、つながりそうですのでじゃあちょっと呼びかけてみましょうかね。はい、さあそんな話をしていますと何でしょう、戸田さん行けますか。第4エイドステーションの彦根の方とね、はい、行きます。はい、じゃあ呼んでおきます。はい、じゃあちょっと呼んでみますね。A ラジオの豊田さん、今どちらですか。はいはい、今どちらですか。はいはい、今どちらですか。さっきの能登川から彦根の方に入ってきました。で彦根のこれが第4になるんですね。エイドステーション、はい、湖岸緑地の南三ツ谷公園ですね。はい、そうですね。今ね、先ほど、つい先ほど、センチュリーライドとロングライドの先頭の方々が方向への方にゴールされたんですけれども、はいはい、そちらはどんな感じですか。そうですね、こちらかなり人数が多くなっていますけれども、まだねちょっと半分は多分超えてないんじゃないかという方々のこのお話ですからね。もうかなりの方が今通過をされてますから、まあほとんどの方は全部チェックしてるんですが、今ちょうどだから半分ぐらい、参加の半分ぐらいの方じゃないかなという、ちょっとよくわからない。全部あのチェックは一応本当ですね。なんか続々と増えてるっていう感じがしますね。はい、そう、続々と来てるんですよ。はい、でいろいろこちらではあのまた例にエイドステーションですからね、あのコロッケ、近江牛コロッケというのがねあったりとかね、それからいろんなもの、ちょっと気になったのは豊田さんがこの着てらっしゃる上着なんですけど、それも自転車専用のウェアですよね。ね、そうですね、あのこれちょっと冬用にあのゴアがついてあるんですけど、さっきまで暖かかったんだけど、かなり寒くなってきました。はい、自転車ウェアって結構カラフルなのがね多かったりするんですね。それもよくお似合いでいらっしゃいます。そうですね、はいはい、はい、じゃあちょっとあの今、到着したばかりの、はい、お願いします。インタビューしてみたいと思います。はい、どちらか京都の方から山科からお二人ですか。あ、どうぞ。お母さんと息子さん、はい、あ、そうですか。え、よく二人で走ったり。もともと私が教えて、ずっと教えて、はい、はい、はじめまして。もう高校生、高校生卒業して、高校卒業して、そうですか。お二人 で走るときはいつも並走みたいな感じで、どっちが速いと思います。ロングライドを楽しんで、朝からこちらは早いです。ほぼ半端に働き走りして。リワイクは何回目か。2回目。お母さん、初めてですか。どうでしたか、今日はここまで。楽ね、坂が少ないから、坂が峠がないからね。そうですね、今日は少なかった。雨降るかな、そうですね、今日はもう本当にお天気がすごく恵まれて、今かなり寒くなってきたけど、それでも今までね、ちょっとポカポカするぐらいだから、ね、こんな景色とかね、どうでしたか。まあ、いつも通りな、大きいな、琵琶湖。はい、奥の方はなかなか行けないので、またいい思い出となりました。はい、ここが一番シーフォームですか。あの長部です、坂のとこね、はい、あそこかなり坂アップダウンです。どっちが速いとかあるんですか。お母さんが速い、もう息子さんの方が速い。今なこれはコロッケとみかん、ここの、はい、エイドステーションで、はいはい、あと何キロぐらいですか。20ぐらいですか。20ぐらい、はい、はい、もうここまで、はい、またあの、はい、来年もぜひ、したいしたい、そうですね、毎年参加したい。あれやね、朝寒いのかな。4月とかもうちょっとずらしてくれはずだ。俺はもう寒くても走ります。他のところもなんか行かれたんですよ。あとは淡路市か、もう淡路市もやった。
て。はい。どうですか。島並みも行った。すごい。まあまあすごい。このまま結構、ね、もうあとこれはゆっくり走っても大丈夫ですよね。今度楽しんで、はい、また来年にぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、こちらはあとは車、レッドブルの。わお。車がね、超目立つ車ですね。うん、いけるあそれか千成亭さん千成亭はいコロッケ行きますよ、どこでも行きますよ、はい、近江牛コロッケ、はい、こちらが近江牛コロッケ、これがねはい、これが毎年すごく人気がありまして、このコロッケにいつも行列ができるので、今日もずらーっと今コロッケを食べている。いいですね。はいはいはい。いいですか？ピレ。今日2000個。今日はね、ここでね、2000個大見牛コロッケ2000個大見牛コロッケ2000個、うん、ね、今ね、みんなね、もうちょっと休憩しながらちょっと聞いてみましょうか。皆さん余裕ですね。かなり疲れます。どこが一番暑いのか。やっぱり今のちょっと上り、あ、さっきのやっぱりそうなんだ、はい、山の、うん、景色はいいけど、そうですね、かなり上りでね。コロッケ食べましたか。食べました。あと何キロ。あと40キロ。もう20キロちょっと、はい、もうすぐです。頑張ってはい、まあ、こんな感じで続々豊田さん、サイクリストさんたちは、はいはい、自分が今どこにいるかもちろん分かっておられると思うんですけど、はい、あと何キロとかいうのは意外とあまりご存知ないんですかね。そうですね、そうですね、意外と、まあもちろんね、どこか来られたか、地方から来られたら滋賀県以外の方はなかなか距離感が分からないので、ね、はいはいはい、あと、まあ、20キロだからもう1時間ぐらいで、そうですね、今ね、もうちょっとですね、はいはい、でもかなりなんかさっきのあの、あゆえの里と違ってここはちょっと疲れた感じです。そうですね、はい、顔面からも、うん、長命寺が効いてますね。そうかそうかね、結構カーブも続くしね、うん、上りもありますので、はい、あ、はい、やっぱりアスファルトをこのカッカッカッカというね、はい、自転車の方独特の靴の、うん、靴底の音が響いてますね。そうですね、はいはいはい、もうあのどん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 入ってきて、どん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 今、はい、ね、はい、こちらの方もそうですね、あのどん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 増えてきましたね、はいはい、じゃあ豊田さん、ね、戸田さん、はい、そして川村さんの3人体制の中継者、はい、そろそろじゃあ、はい、ちょっと長浜の方までね、あの、そうですね、戻ってきて、そっち大変ですね。あの一人で自転車漕ぐのも大変だけど、一人でずっと喋るのも。お待ちしております。午後は。はい、はい、こちらも美味しいものね、あの屋台、あの物産展もありますので、はい、ぜひ戻ってきて、ね、ちょっとお昼召し上がって、はい。はいはい、じゃあ皆さんと一緒に帰りますので。はい、気をつけて、はいはい、お疲れ様でした。お待ちしてます。はい。はい、さあということでね、今は琵琶湖一周ロングライド、彦根市の湖岸緑地南三谷公園から生中継でお送りしました。あともう20キロフィニッシュまであと20キロ地点ということでね、最後のこれから休憩を得て皆さん力を振り絞って頑張ろうというそういう地点ですね。
長浜城方公園噴水広場の方はゴールする人、そしてもうゴールしてちょっとこうリラックスして美味しいものを召し上がっている人、あるいはもうお土産をね買おうと各店頭をねこういろいろ品定めをしておられる方、いろんな方々がいらっしゃいます。この琵琶湖一周ロングライドは、滋賀県外からの、ね、方の参加がとても多くてですね、今回も、2000人を、ね少し超える参加申し込みがあったと聞いています。3つのコース、160キロのセンチュリーコース、そして150キロ琵琶湖大橋を、ね 2つ渡るんですけれども、ロングライドコース、そして長浜から近江八幡長明寺まで船で行ってそこから北上するサイクルジグコースの3つのコースが設定されていました。それぞれの体力や、リクエスト、ね、に応じて設定されています。まあ、あの自転車のタイムを、ね、競うそういう競技も、たくさんあるんですけれども、今回のこの琵琶湖一周ロングライドというイベントはタイムを競うのではなくて、この早春の琵琶湖、湖北寺からね湖西、湖南、そして湖東寺を、ま、楽しみながら、自転車の、ね、魅力を満喫しながら走っていただくという趣旨で開催されるイベントです。そしてあのこのねスタートとゴール地点の長浜城方公園会場噴水広場には、この地元長浜をはじめお隣の彦根や奥琵琶湖、そして高島の方までね、いろんな地域の美味しいものやお土産などを揃えた物産品コーナーも特設ブースあります。ゴールされた方にインタビューしていますと、滋賀県内より、ね、県外から来られたという方がとても多くてですね、まあ、近くはお隣京都、遠くは東京や北海道なんて、ね、方もいらっしゃいましたね。それだけこの琵琶湖一周ロングライドが、認知度が上がっているということでしょうか。ただこの琵琶湖一周ロングライト意外とこの滋賀県地元ではね、特にこの湖北地方ではまだまだ、多くの人に知られているとは言い難いかなと思いますね。また今日のイベントなどをきっかけに自転車の楽しみはもちろんですけれども、こういう自転車を通してこの滋賀の魅力に触れにたくさんの方が来られるということでね、交流を楽しめればなと思います。さあちょっとお話を伺いたいと思うんですけれども、あ、言っちゃと お急ぎのようでしたね、はいはい、ちょっとやっぱりねテレビカメラを向けるとね若干皆さん恥ずかしがなるかなという感じがしますが、こちら今ねあのご家族でなんかねご飯を食べているのでちょっとお邪魔してみようかな。こんにちは、美味しそうなのを食べていらっしゃいます。じゃあこれはあのお父さんと息子さん、 お嬢さんですか。はい、サイクリング参加されたんですか。してないです。今日はスタッフさん。いやもうたまたまです。たまたま通りかかったお客さんですか。あ、そうですか。この自転車のイベントをやってるっていうのを今日は知ってて。全然知らなかったです。全然知らなくて来たら、そしたらなんか美味しいものがあった。はい、そういうことです。はい、これあの自転車のこういうイベントが琵琶湖沿いでされてるっていうのはこと今まで聞いたことありましたか。ありそうな感じしますもんね。はい、ご自身ではあの、まあ、自転車とか乗らないですか。今日チャリンコできました。あ、チャリできた。あ、すごいママチャリでいいですね。お父さんイクメンさんでね、はい、おいしい、おいしい、おいしいか。でなんか特産のこの、ね、たこ焼き、おいしい。
これ琵琶湖ね、こんな風にたくさんの人がね、この自転車通してなんかすごい来られるんですけど、これどうですかね、地元的にはこういう人がいっぱい来てくれるって。いいことですね。ね、なんか嬉しくなりますね。はい。またこれきっかけにね。自転車、あれ、みんなは自転車は乗れますか？乗れるもん。あ、乗れる。乗れる。乗れる。かわいいな。もう一人聞いてみよう。自転車は乗れますか？はい。はい。いいお返事が来ましたね。はい。お父さんもちろん乗れますね。はい。ごめんなさい。またこれからも楽しんでてください。はい、ありがとう。さあ、こんな感じでね、ご家族連れの方もね、訪れてます。いますよ、長浜城方公園。はい。ちょっとね、お天気の方が若干心配ですけど、大丈夫でしょう、最後までね。地元のいろんな特産品などもね、販売されてますので、またぜひこちらの会場の方ね、お越しになって、ちょっとこう、散歩がてらゆっくり味わってみてください。さあね、なかなかね皆さんこういう感じで帰っていかれるんですけれども、今日はね、日曜日と朝早く45分スタート、4時からをされていたの多いと伺って、終わったらちょっと、こんなふうに行って帰ってきて、そのゴール地元の美味しいものとものが並んでるっていうのは、はい、一箇所にね、全部選ぶ楽しみもありますね。地域の珍しいものとか美味しいものなんかね、たくさん触れること、近くの方でしょうかね、散歩しながらね、何釣れる方も多いですね。ですね、こう自転車に乗るお仲間なんでしょうか、ね、お揃いのユニフォームってね、はい、走ってるっていう方も結構見かけますね。下の方もね、自慢のかっこいい、お疲れ様で、ちょっとでもいいですか？あ、そうですか、はい。あ、お急ぎですね。はい、ありがとうございます。ね、皆さんなかなかね、お疲れのと、あとね、遠くからの方はね、ちょっともう電車の時間とかもありますのでね、はい。さあ、私たちは先ほどちょっと早めにね、お昼ご飯をいただいたんですけどね、美味しいよもぎうどんからのフォークフルトなんかもね、美味しかったですけどね。よく自転車に乗るってもちろん体力を消耗しますので、自転車ね、長距離乗る前炭水化物を取るといいなんてね、言われてるんですよね。さあ、あそこね、さっき言いました、この同じようなかっこいいユニフォームね、身を包んだ方々がいらっしゃいますね。ちょっと一見野球のユニフォームみたいな感じがしますね。さあ、じゃあ記念写真が終わったらね、今度こそお話を伺おうかなと思いますが、なんかね、手に持ってらっしゃるんですよね。はい。一人でね、走るのももちろんいいんですけれども、まあ、気の合う仲間とね、一緒にこう励まし合いながら、走るっていうのもまたね、楽しい。それがまた自転車の魅力の一つですよね。こんにちは。
あーね、チームですね、あれね、なんかかっこいい。うまいね、自転車こいでるね、さっきのね、お子さんたち。わー、うまいうまい、上手に乗れるわ。かっこいいね、マウンテンバイクですね。おお、なんかお子さん連れの、ね、方も増えてきました。マウンテンバイク軍団かっこいいね。地元のお子さんたちですね。ねえ、初めて自転車に乗れたのは皆さんいくつの時だったんでしょうね。で、最初補助輪をつけて、それからね、押してもらって、いつの間にか補助輪に外れて、かっこいいね、あのチームで。お疲れ様でした。ちょっとよかったらインターネット放送なんでお話聞かせてください。はい、あそこで。本当あ、さっきも話聞かれた。あ、そう、エイド戦車の方で、はい、どうで、あ、そうですか、あちらで、はい、インターネット放送のスタジオ広報と言います。はい、映ってますよ。はい、あの後で帰ってまたね、アーカイブでゆっくりお家でご覧いただければと思いますけど、さあ、じゃあチームの皆さん、じゃあ記念品をもらったら、はい、どうぞ本当にもらってきてあげてください。じゃあどうぞこちらへ。はい、かっこいいですね。なんか足元まで全部こう決まってて、これは皆さん、なんかあの団体チームなんですか。チームです、チームです、はい、チーム、お名前よかったら。バルバワークスです。バルバワークスっていうのは、はい、こうどういうチームさんですか。あの北陸三県に今あの店舗がありまして、そこのチームになります。北陸ということは、今日どちらから。私は福井で、富山とか金沢とかから、はい、福井、富山、金沢が、皆さんそんなあの遠くで、ね、あそこ映ってます、映ってます。あのスマホでも見ていただけますのでね。はい、今日はどちらのコースに参加されたんですかね。ロングライドです。ロングライド、そうすると150キロですね。この琵琶湖沿いのロングライド150キロっていうのは今まで、あ、センチュリーもいらっしゃる。走ったのはどうですか。あの初めて、それとも何回目とかあるんですか。初です、初めてです。初、どうでした。初の感想はこちら、ごめんなさい、はい、いやー、もうもう琵琶湖最高っすわ。もうまだ出場したいと思うんで、よろしくお願いします。ほんまかーい。お世辞言って入ってないですか。いや、そんなことないっすよ。これ皆さん一緒に来られたんですか、今日北陸から。じゃなくてここに集合。ここに集合です。ここに集合。あ、そういう走り方もあるんですね。かっこいいですね。どうです、いかがでしたか。今日初めて、それとも今までにもあった。去年はロング。あ、去年はロング。今年はセンチュリーへ。センチュリーへ。どうでしたか。まあ疲れました。カレーが美味しかった。
疲れて、カレーが美味しかった。そうですか。はい。この後はどうしますか？他にもなんか、いろんな、日本全国、なんか、走りに行ったりされてるんですか？全国、どうですかね。西から南が多いですね。西から南、あ、そうですか。またこの琵琶湖一周ロングライドあったら、参加してくれるかな？いいとも。さあ、ね、ごめんなさいね、お腹空いてると思います。また美味しいものありますのでね、ゆっくりとくつろいでね。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。お気をつけて。あ、秀吉くんが来たよ。秀吉くんね、長浜のキャラクターです。太閤秀吉さんの町長浜にちなんで、秀吉くんも来てくれましたね。お疲れ様でした。先導車っていうね、ゼッケンを着た方にちょっとお話ね、伺ってみたいなと思うんですけどね、今ちょっとお買い物なんで。それ終わられたら、秀吉くん。150キロ160キロ走ったらお腹空きますよね。ダイエットにもいいよとは思うんですけど、減らした分食べちゃうね。秀吉くん。お疲れ様でした。ここなんて書いてあるんですか、このちょっと、ん、自転車100マイル走大王。自転車100マイル走大、100マイルは何キロ？わかんない。何キロ？センチュリーライド160キロです。センチュリー160キロを走る回です。そうなんですね。すごい。ほんで今日バッチリ走り切りましたか？ああ、今日は100センチュリー150です。150キロコース。あ、そっか。じゃあ次回は本当の。次回も多分150かな。これじゃなんかこれ意味が。150キロあれば。150キロあれば。台湾行く足慣らしで。台湾で走られるんですか？4月に180と185をちょっと走るので。360キロ1日で？あ、2日間で。2日間で。失礼しました。はい。今日はどうでしたか、この琵琶湖沿いのコースは。あ、もう晴れててよかったです。ただそうですね、花粉が。辛いのです。風が意外と思ったほどなかったんでね、楽でした。ちょっとね、夕方になってね、夕方、まだ夕方じゃないんですけど、午後になってちょっとね、風が出てきたかなっていう感じですけどね。そうです、花粉症がね、自転車ね、ちょっと辛いですけどね。じゃあこの後ご予定は？お風呂に入って帰ります。お土産も買って。お土産買って。ぜひね、この会場で、もうこの地域の、沿線の、はい、お揃えてますね。ぜひここでね、品定めしてってくださいよ。いや、私は家帰るというか、これから埼玉県の大宮で飲み会なんで。はい、じゃあお気をつけてね。はい、またね、琵琶湖沿いでお目にかかるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。さあ、もうね、走り切った方はね、やっぱりこう余裕の表情ですね。はい、やっぱり完走したっていうね、喜びがこうじわじわっと。でやっぱり仲間と一緒に走ってるとね、また楽しみも増しますよね。さあ、ちょっとこちらのね、ゼッケンの方、ちょっとこんにちは、ちょっとお話伺ってもいいですか。この先導車っていうのがすごい、インターネット放送スタジオ湖北っていうんですが、もしできたらもうちょっとだけこちら側に来ていただいてよろしいですか。はい、この先導車というね、シャツはこれどういう意味でしょうか。スタッフとして、皆さんの、一番前に走って、風よけになるお仕事です。風よけですか。そうですか。今日の走りはどうでしたか、ご自身と、あと皆さんの。皆さん今日は、ね、雨かなと思ってたんでちょっと心配はしてたんですけども、天気が良くなって、風もなく
走りやすい一日だったかなと思います。そうですね、風がね思ったよりなくて、今でこそねちょっとだけ出てきましたけどね、雨も降らずにね。先導車っていう大役を担うからにはもう自転車のスペシャリストさんなんですか？いやそんなわけではないですよ。もうね、最近自転車始めた方もこういうの着てやってる方もいらっしゃいますし。でもご自身は？私自身はまあそこそこ走ってますけども、はい、なんかそこそこっていうのが多分すごいだろうなっていうのをなんか匂わせますね。この衣装もね、ストラータのかっこいいですね。自転車歴ズバリ何年ぐらいなんですか？2009年からなので、かれこれ5年目ですかね。でもまだ5年ですか？あ、そうですか。なんか自転車でハマったきっかけとかあるんですか？あるいはなんか日頃自転車乗るためになんかこうちょっと自分で心がけてることとかありますか？始めたきっかけは近くで自転車でやってまして、まあ、それを見に行って、あ、面白そうと思ったのが初めてですね。はい、心がけてることは、まあ、とりあえず時間があれば乗るっていうことです。時間があれば乗る。じゃあなんかこうお仕事とかそういう時にも結構乗って行ったりっていうこともあるんですか？通勤は駅までの片道2キロぐらいしかないので、まあ、土日に、まあ、天気が良ければ半日走ったりとかしてますね。ズバリ自転車のここが好き、なんか魅力を一言で言うなら。まあやればやるほど自分はまあね、レースとかにも出てたりするんで、まあ、それが成績に反映されているので、自分が強くなったなっていう、まあ、自己満足ではあるんですけども。でも自分が頑張ればその分こうなんかちゃんと現れるっていう。そうですね、はい、自分にちゃんと結果として現れるかなと。じゃあこれからもまたねますます磨いていただいて、また楽しく、そして結果を出していただけるように、はい、最後によろしかったらカメラお名前。元翔也と申します。元翔也さん、はい、今日どちらから？草津です。草津、滋賀県ですね。はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。スタジオ湖北って言いますので、またよかったらアーカイブでね見てみてください。はい、ありがとうございました。さあね、自転車歴5年でもね、もう鍛え方によってはあんなすごい走りも、ね、できるんですね。はい、さあ皆さんね、やっぱちょっと寒いのであったかいもの召し上がる方が多いみたいですね。おうどん大人気ですけども、ね、あとはあちらの方ね、美味しいなんか山菜ご飯とか、それから和菓子もありますね。こちらの方、花火団子にたこ焼きっていうのも美味しそうですね。はい、あ、映ってるよ。これ頭の上につけてるのはカメラですか？あ、そうですか。お疲れ様。あ、ご家族でね走られたみたいですね。同じ水色のゼッケンつけてらっしゃいますね。自転車こんな風に気の合う人とね一緒に走るとまた楽しいです。はい、こんにちは。さあ、じゃあまたねちょっと会場内のね風景に戻したいと思います。琵琶湖一周、琵琶湖一周ロングライド2015。この放送はインターネット放送スタジオ湖北と A ラジオの共同で皆様にお送りしています。長浜城方公園の琵琶湖一周ロングライド会場から生中継です。